新年明けましておめでとうございます。普段女優をさせていただいております浜辺美波です。1月2日の深夜1時ですね。皆さん今年のお正月は何をしてお過ごしでしょうか。まあ、今年は皆さんお家でゆっくりされている方が多いのではないかなと思ってます。私もね、普段は祖母の家行ったり、実家の石川の方に帰ってのんびりしていることが多いんですけど、今年はまあ移しちゃいけないとか、まあ、地元の友達がみんな看護系の学校に行っていて、その子たちにも迷惑をかけられないということで、私も東京のお家でゆっくり過ごしています。そうですけど、まあお正月はお正月でのんびりゆったり食べて寝てテレビ見てという生活を過ごしたいなと思っています。まあお正月といえば食べて、食べるものといえばおせち、そしてお餅ですよね。はい、昨日お雑煮食べた人も多いんじゃないでしょうか。まあ昨日だけじゃなくて、もう年越し前から食べてる人も多いのではないかなと思うんですけど、まあ実家のねお餅は結構何種類も出てきて、まあ地域によって丸餅、角餅ってあると思うんですけど、私の石川県は本当に両方あるんですよね。ちょうど中間なので。だから、両方を焼いたり、一番好きなのは、お出汁みたいなやつに入ってるお雑煮なんですけど、食べたり、きな粉につけたり、砂糖醤油につけたりして食べてます。まあ、今年はね、実家に帰ってないからお餅が送られてきてなくて、食べれてないんですけど、まあ、おせちは食べたいって思ってます。頼みました。はい。あ、そうなんですよ。二十歳になって初めてのお正月です。なっちゃいましたからね。これもうなんか飲んでるかもしれないですね。アルコールの入ったジュースみたいなものを。もしかしたらですけどね。そこは想像にお任せします。二十歳になったということで、今年はですね、ちょうど成人式がある年です。まあ、実際であったら、1月に中学の子たちに二十歳の同窓会に誘われていたりとか、成人式があったと思うんですけど、多分延期なんじゃないかなと思います、両方とも。ただ東京に住民票を移しているので、その区から、成人の集いのお知らせが届いていましたので、もし気が向いたら参加するかもしれませんけど、気になるんですよ。有名人からのビデオメッセージみたいなのがあって、誰なんだろうなと思って。すごい楽しみですよね。東京の、成人の集いってすごく、豪華らしくて、記念品とか、なんか、アフターパーティーみたいな、あったりなかったりみたいなのも聞いたので、ちょっとそれは興味があります。まあ、どうせ誘われたので、遠くから見てみるのもありだなとも思っています。まあ、正月、まあ、今年は普段とは違うお正月かもしれませんが、楽しんでいきたいと思っています。今夜はこの後深夜3時までです。私とお正月の夜を楽しみましょう。浜辺美波のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは。そして明けましておめでとうございます。浜辺美波です。2021年最初のオールナイトニッポンです。私は2018年の10月から2019年の12月31日まで1年ちょっと真夜中のシンデレラという番組を担当していまして、あの番組はですねオールナイトニッポンの直前の放送だったんですけど、今回はついにオールナイトニッポンをさせていただくということで、それも新年ということでありがたいですね。真夜中のシンデレラ聞いてくださってた方いらっしゃいますでしょうか。もうすごく自由な放送をしていたんですけど、私は今回はオールナイトニッポンということで、ある程度しっかりと全うしていきたいなという所存ではあるんですけど、まあね、楽しんで自由に、まあでもなんだろうな、ちゃんと話していきたいなと思います。いい新年を迎えられるように皆さんと楽しい時間を過ごしたいなと思っています。まあ、せっかくなのでね、ぜひ最後まで聞いてください。もう2時間ということで、こんなに自由に話せる機会はなかなかないので、今夜は、まあ、演技をしているとき、作品出ているときとは違う浜辺美波と
という人の一面をぜひラジオを聴きの皆さんにお伝えできればなと思っています。言葉だけじゃなくて雰囲気とかこう間とかでね、実際この人はどんな人なのかなっていうのを、言葉足らずな部分がすごく多いので感じ取っていただけたらなとも思っています。今夜はね、事前にメッセージをいただいております。本当にありがとうございます。送っていただいた方、打ち合わせをした結果、こんなメッセージテーマになりました。お正月でラジオのスタッフさんももう本当最小限ということで、ドラムロールはセルフです。私の方で言います。では行きます。今夜のメッセージテーマはドルル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 ルじゃん。君の揚げ物が食べたい。いい音、いい音ですね。スイーが揚げ物の音が流れましたね。はい、私が今興味のあることが揚げ物ということで、よく自炊をするんですけど、中でも揚げ物をよくするんですね。自分が食べるのが好きなのでよく作っちゃうんですけど、唐揚げだったり天ぷらっていうのも最近よく作っていて、一番多いのは唐揚げですね。ほんとヤンニョムチキンにしたり、タルタルソースとかネギ塩だれ作ってみたいな、そういう味変をして、結構いろんな種類で楽しめるので唐揚げをよく作ります。なんですけど、最近やったのがこう衣をナチョスに変えようとか思ったんですけど、意外と上手にできなかったり、天ぷらもかき揚げっぽくしてコーンとかでやろうと思ったんですけど、結構もちもちになっちゃったりとかね、意外と難しいなと思って、なんかそういうもっと揚げ物を美味しくできるコツとか、揚げ物の小話みたいなのを聞けたらなと思って、そこでラジオのお聞きのあなたから、揚げ物の上手な揚げ方、好きな揚げ物の話、食べ方、さらには実際に揚げ物をしている音を送っていただきました。そうなんです、今回は音もなんですよね。はい、音ですよ。自分以外の人が揚げてる音はなかなか聞く機会がないので、ちょっと楽しみではあります。お正月からたっぷり重ための揚げ物の話をしていきましょう。ツイッターのハッシュタグは、ハッシュタグ浜辺美波 ANN です。その他、私がリスナーの恋バナを聞く恋の話、私の印象を送ってもらう浜辺美波イメージ調査2021もあります。2021もあります。ぜひそちらもお楽しみに。はい、音が鳴りましたね。すごく不思議な音ですね。私もちょっとよく分かってないんですけど、この音が鳴るとミニコーナー、約束の謎オランドの時間だと聞いています。タイトルからも分かっていただけるかなと思うんですけど、私の主演させていただいた映画の約束のネバーランドにかかっているわけなんですけど、今ですね、ここ日本放送のラジオなんですよね、オールナイトニッポンは。なんですけど TBS ラジオ系列のラジオで話をしているんです。そこもすごく謎ですよね。ということで、ということでなのかわかんないですけど、番組のどこかに出される謎々にたくさん正解すると、私は日本放送でラジオができるそうです。謎ですね、いっぱい謎がありますね。いや、私謎々得意じゃないんですよね。焦り症だし、こうバラエティで謎のあるこう番組出させていただくと、大体活躍できずに、なんか大丈夫かなこの子みたいな展開で終わることが多いので、今回は新年ということで、特別な力を発揮していきたいなと思っています。では、参ります。リスナーさんからいただいた謎々です。問題。いきまーす。ラジオネーム、かわいっちゃん。さんからいただいた、焼いたものをひっくり返すと何になる？焼いたものをひっくり返すと、焼いたら火が通るでしょ？香ばしい香りがして、あーどうしよう、焼いたもの、秒数あるのかな。ちょっと待って、じゃあもうわかんないけど、私じゃあ直感でいきます。焼いたら焦げができますよね。ということで、焦げの反対でゲコができてます。でん、どうでしょうか。あれ
じゃあ答え見ていきたいと思います。でん、タイヤ。あー、焼いたタイヤ。なるほどね。いや、ちょっとこれもしかしたらイージー問題だったかもしれないですね。これペンあるからちゃんと書いていこう。ちょっとこれは、なるほど、こういう感じってもうこれから分かったんで、これから先はもうパーフェクトだと思ってます。皆さん期待してください。ぜひこのスタジオを脱出して日本放送に行くために、この後も約束の謎オランドに挑戦していきたいと思ってます。頑張ります。それではここで一曲お聴きください。ずっと真夜中でいいのにさんで、正しくなれない。正しくなれない、浜辺美波のオールナイトニッポン。この番組は AK レーシング、ベラジョン無料版、ワンカップ大関、日本外資以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。やることないな、何をすればいいのかな。ベラジョン無料版。え、誰？ベラジョン無料版は100種類以上のゲームが登録なし、しかも完全無料で遊べるのです。ベラジョン無料版オンラインゲームをお試しあれ。ベラジョン無料版、ありがとう。どういたしまして。ベラジョン無料版。サミーはパチンコパチスロをはじめとした全てのエンターテインメント業界をリードする企業でありたい。みんなを元気に、そして世の中をカラフルに、その思いでこれからも感動体験を創造し続けてまいります。見たことのないエンターテインメントを求めて。サミー、花子です。今日実家でテレビを見てたら、花子、あの女優の名前何やったっけ。わ、スマホ見たらあかん、自力で考えよう。何やったっけ、何やったっけ。その後一人でワンカップ大関を飲む花子でした。まだ思い出されへん。お酒は二十歳になってから。 MGK 日本外資、黒子が黒子に聞いてみた。コーポレートコミュニケーション部の山本さん、挑戦したいことは？製品自体が SDGs に貢献していることを的確に分かりやすく伝えたい。あとはストリートピアノにも挑戦するぞ。僕らがセラミックスで未来を作る、サプライジングセラミックス日本外資。マダガスカルのネニーちゃんは水を汲むために険しい道を毎日何往復もする。それでも手に入るのは、飲めば命を落とすかもしれない汚れた水。命の水だけど命がけの水。そんな人々の暮らしを変えるために、世界中に清潔な水を届けるウォーターエイドジャパンにご協力ください。清潔な水が人生を変える。AC ジャパンはこの活動を支援しています。浜辺美波です。番組の感想はハッシュタグ浜辺美波 ANN をつけてツイートしてください。たくさんのツイートお待ちしています。浜辺美波のオールナイトニッポン。今夜のこの時間は浜辺美波のオールナイトニッポンをお送りしています。パーソナリティの浜辺美波です。まあ、こう浜辺美波という、まあ、芸名兼本名で今お世話になってるというか、皆さんの前に立つところが多いんですけど、私の演技をしているところはおかげさまで多くの方に見てもらう機会が増えたんですけど、まあ猫バラエティとかだけでは、まあ素顔はまだまだ分かりきっていないんじゃないかと、本当の素顔をする人は少ないだろうということでこの時間は浜辺美波のイメージ調査2021と題して、リスナーのあなたが思う浜辺美波のイメージをご紹介していきたいと思います。合ってるのかどうか反論もしちゃいたいと思います。お答えもします。はい、よきまーす。ラジオネーム桃口山江。やだ、なんかぐちゃぐちゃになってる。山口桃江さんじゃん。でもなんかこうこればっか見てるとわかんなくなっちゃいそう。いきます。マグカップいっぱい集めてそう。やだ、何それ。
いやー、なるほどね。そういうイメージですね。可愛い系の女の子はマグカップめっちゃ持ってたりしますよね。ディズニーのスヌーピーのとかね。いやー、いや、これがね、私、そういうのじゃないんですよ。物あんまり買わないようにしてて、こう棚とかに入らなくなったりするのがすごく苦手なので、マグカップは、いただいたマリメッコのやつ、イニシャル入ってるやつ、と、あと、あれそれぐらいかな、普通のコップあるけど、マグカップはそれぐらいかもしれないです。うん。二つしかない。二種類。でも二個ずつ集めてるんで、四個ですよ。そんな意外とこう収集しないですから。集めてるものは、最近はポーランド食器。高いんですよ、ポーランド食器。こうなんか、手のひらサイズのリンゴの形したやつとかで1個3500円とかするんですよ。で、それがね、中に書いてある模様がお花だと3500円で、なんかハートだと1000円ちょっとだったりして、結構難しいんですけど、そういうのを集めてます。あれは、まあ、2個ずつですけど、5、6種類、ちっちゃいお皿も含めて今集め中です。頑張って。あ、そうなんですよね。今、それの福袋頼んで、1月の6日以降とかに届くんですよ、ポーランド食器が。楽しみです。それでは、まだもう一個行こうと思います。ラジオネーム、マーキさん。春になると、ダンゴムシを探しにお出かけしそう。なんだと思ってるんですか、私のこと。でも私、ダンゴムシとか探して捕まえて持って帰って死なせちゃうみたいなことは絶対したくないんで、そんなもう、虫は、もう、自然に返しますよ。捕まえたり触ったりしないです。もうちゃんと寿命縮まっちゃいますからね。私虫はですね、蛇まで行けます。だから、あ、虫は蛇じゃ、蛇は虫じゃないですけど、まあ、爬虫っていうことの、爬虫だけで言うと、蛇まで行けます。ミミズも行けます。触れるバス。仕事だったらね。食べれるし。仕事だったらね。仕事以外だったらもう、関わりはしないですけど、できるだけゴキブリのいないところに住みたいですね。でも全然大丈夫です。逆に蚊とか刺してくる虫は本当に絶滅してほしいですね。はい。ありがとうございます。よいしょ。いいですね。なんかこういう本話かけ楽しいです。次。ラジオネーム、愛好変野。なんだこれ。はい。まあ、置いていきます。一番好きな味噌汁の具は、わかめに違いない。あ、なるほどね。名前からかな。浜辺みなみで、海っぽいからワカメに違いないってことかな。確かにワカメは好きですよ。ワカメの結構煮込んで、なんかもうワカメの、なんか自然に変えてるやつ。ワカメの皮とゼリー状のとワカメの上の部分がもうなんか結構分裂しかかってるぐらいの柔らかいトロトロのワカメの味噌汁は好きです。逆に油揚げは私好きじゃないんですよね。厚揚げもあんまり好きじゃなくて。確かにワカメ好きかも。青さとかね。あ、好き好き。でも、大根とか玉ねぎが一番好きですね。私は、そういうと豚汁系のお味噌汁を作ることが多いです。はい。楽しいですね。これ、イメージ調査なのかちょっとわかんないですけど。はい。はい。ガンガン行きましょう。次。ラジオネーム、スイミュートさん。一人で歌っている時に歌詞が思い出せなくて、途中から鼻歌に変わっていそう。分かってますね。分かる分かる。私一人で歌うち、こう、お手本をあんまり聞かなすぎて、自分の好きなように変えたりとか、歌いやすいようにメロディーとか変えちゃってるから、たまにカラオケで採点ありとかで歌うと、全然音外れてたりするタイプですね。分かる。すごい、ずっとループしたりしますもん。よく一人カラオケに行くんですよね。ほんとその山口百恵さんとか、松田聖子さんとかの歌も歌えますし、まあ、最近の曲はなかなか歌わないですけど、アニメで好きだった、この歌とか、ボーカロとかを聴いたりします。歌ったりもします。あ、一人で何時間歌うかな、まあ、お昼挟んで、最長だと10時から5時とかですけど、なんか途中するとお昼寝期間とか入っちゃうんですよ。なんかうとうとしちゃう時間入っちゃうんで。だから最近は、5時ぐらいに行って、8時とか、4時に行って、7時とか。夕方の時間になると値段高くなるじゃないですか。そこに行かないギリギリのところに、
フリータイムに設定しておいて帰ることが多いです。じゃあ、あと一ついきたいと思います。ラジオネーム、遠藤マイケルさん。私が思う浜辺美波さんは、縄跳び三重跳び極めた人です。学校の校庭で休み時間ずっと縄跳びをしていたに違いないです。いやー、そっか、そう思います。私、縄跳び大嫌いなんですよ。三重跳びもあれですけど、二重跳びもあんまりできなくて、早く手とか動かすことがあまりできないんですよね。私こう、なんだろうな。縄跳びって本当に疲れるじゃないですか。だから結構当たると痛いしね。縄跳び苦手でした。縄跳びからできるだけ逃げてきたので。いや、そういうイメージを持ってもらってるの嬉しいですね。ま、スポーツ自体は最近は好きですよ。朝とか運動してますし、汗流すって最近は気持ちいいなと思いましたけど、学生の頃はとにかく、まあ、その集団でこうバスケとかやるの嫌いだし、痛いし怖いし、みんな本気になるじゃないですか。あの目つきが苦手で、なんか一人でするスポーツがとにかく好きだなって思ってます。はい。いや、たくさんすごい送ってくださったんですね。すごく、なんかいろんな角度から攻めてもらって、なんか意外と盛り上がって楽しかったです。こう思われてるんだなって、意外と、はい、発見があって、すごく面白かったです。皆さんありがとうございます。たくさんのメッセージをご紹介してきましたが、私がどういう人物なのか伝わったでしょうか。感想は、ハッシュタグ、浜辺美波 ANN をつけてツイートしてください。はい、この音が鳴ってしまったということは、約束の謎オランダの時間ですね。リスナーさんからいただいた謎などにたくさん正解できれば、次は日本放送でラジオができるそうです。はい、ステップアップですね。ちなみに今は TBS 系列のスタジオにいます。はい、ちょっと遠い道のりになりそうですね。頑張っていきたいと思います。次はちょっとメモと紙を使っていきますね。本気で頑張ります。では、謎などです。問題。ラジオネーム、おはぎのはがしさん。なんだ？うん、まあ、いいか。どんなに頼んでも売ってくれない仕事は何？どんなに頼んでも売ってくれない仕事書こう。売れよ、売れよ、よれう、違うな。売らない、売る、あ、やだ、私、天才かもしれないですよ。はい、行きます。わかりました。答えは、売らない。やったー。いや、これはスピーディーでしたね。10秒くらいで正解したんじゃないですか？いや、このペースだと、これは日本放送いけそうですね。はい、答えは、売らないですね。皆さんわかりましたでしょうか？ここまでの正解数は2問中1問ですね。まあ、いいペースにこれからもっとなっていくんじゃないかなと思っています。この後も番組のどこかでいきなり、約束の謎オランドが始まります。そのコーナーもぜひ皆さんお楽しみに。では、ここで一曲、よくカラオケで歌わせていただいております。松田聖子さんで、赤いスイートピー。あなたが犯人ですね。違います。では昨日のアリバイは。一日中うちで座っていました。そんなに長時間座っていられるわけないでしょう。証拠は AK レーシング。釈放だ。一度座ったら立ちたくないチェア、 AK レーシング。この子を捨てなくちゃいけなくなった。どうか親切な人に見つけてもらってね。優しそうに聞こえても、これは犯罪者のセリフです。動物を捨てること、虐待することは犯罪です。日本動物愛護協会。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。サッカーアルビレックス新潟、早川文也選手。彼は2016年に急性白血病を発症した。まあ、最初は白血病と聞いてショックは受けましたけど、ドナーの方であったり本当にたくさんのサポーターに応援してもらったっていうのが、僕自身ものすごく大きな力になったなと。骨髄移植を受けて2019年現役復帰、公式戦フル出場を果たす。
みんなのサポートがあったから僕は再びこの場所に戻ってこれた。骨髄バンクで移植を待つ人は年間およそ2000人。まだ4割の方にドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。日本骨髄バンク。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。浜辺美波です。2021年最初のオールナイトニッポン、浜辺みくじでリスナーのあなたの今年を占います。ガラ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 、はい、出ました、大吉。浜辺美波のオールナイトニッポン。2021年最初のオールナイトニッポンを担当しています、女優の浜辺美波です。さて続いてはこちらのコーナーです。恋の話。私がリスナーのあなたの恋の話を聞きたいということで、恋バナを今回送っていただきました。初恋、のろけ、片思いなどのキュンキュンする恋の話がたくさん届いているので、ご紹介していきたいと思います。はい。ラジオネーム、生卵さん。私には好きな人がいるのですが、その人とは小学生からの片思いなんです。小学生と中学生の時に、一回ずつ同じクラスになったことがあるのですが、その時は自分に自信がなくてあまり話せませんでした。でも高校生になり環境が変わり、やっと自分に自信が持てるようになって、今はクラスが違うので LINE をしたりしていたのですが、4ヶ月間くらいして止まってしまいました。何回も諦めようかと思ったんですけど、やっぱりこれまでずっと好きだったので簡単に諦められなくて。廊下ですれ違う時に必ず目が合うので、向こうも認識してくれてたりするのかななんて思うのですが、何か行動を起こしたいのですが、浜辺さんならこんな時どうしますか？ぜひ勇気がない私にご教示願います。ありがとうございます。やった、キュンキュンしますね。だって小学生からって最低でも3、4、5年ですよね。すごいな、そんな長い片思いしたことないですよ。それもなんか廊下ですれ違う時に必ず目が合うってキュンキュンしますね。私だったらちょっと相手によりますよ。まあキュンキュンするかはね。怖ってという時もそりゃありますけど。いや、この生卵さんはとりあえず絶対そっち系ですもんね。相手も絶対認識してますよ。どうなんでしょうね。なんかこんな長く片思いする恋って相当相手が素敵な方なんだろうなって思いますけど。あと、この方の素敵なところは、やっと自分に高校生になって自信が持てるようになったって言ってるところですよね。もうそれこそ、小学生、中学生の時なんてなかなか可愛らしくもできないし、まあ、校則だったりも厳しいし、自分でこう、コテとかで髪の毛もできないし、いろんな知らないことが多くてあれですけど、高校生になったらね、もうちょっと眉毛整えたりとか、前髪作ったりとかできますからね。自信が持てるようになるっていうのは、かっこいいことだと思いますね。いやー、どうなんだろう。いや、でも逆にこう違うクラスだからこそ、こう言い方あれですけど、もうなんか気まずくなってもあんまりね、外傷はないというか、会わなきゃいいし会わないしっていうね。だから逆にこれをチャンスだと思って、ちょっと告白まではまず行かなくても、もうちょっとアタックしてみるのはありだなと思いますね。間違えて電話しちゃったってもう一回 LINE するとか、あと明けましておめでとうございます LINE はいいんじゃないですか、とっても。そういうのをぜひして、こうあざとく積極的にアタックしていってほしいなと思ってます。頑張ってください。いや、楽しいですね。ちょっとこんな学生のキュンキュン片思いなかなか聞かないですからね。あ、次行きたいと思います。ラジオネームポテトさんですね。私は中3で片思いの男の子がいます。その男の子を A 君とします。私は A 君に話したいのですが、話しかけられません。この前卒アル委員を決めるとき、友達と立候補したら A 君も立候補していて、一緒にすることになりました。このチャンスをどう生かしたらいいですか？アドバイスもお願いします。中3、15歳の女の子ですね。いや、素敵ですね。卒アル委員だから中3か、高校で別れちゃうかもしれないってことですよね。いや、そんなのも今しかないですよ。これ
電話もできちゃうそうなんですよね。もしかしたら家電かもしれないんですけど、あとも学生だからもしかしたらね、なんか調子悪かった、調子というか、都合悪かったりするかもしれないんですけど。卒アル委員か、やだ。ルルルっていいですね、ドキドキしますね。A 君。もしもし。あ、すいません、あの、浜辺美波と申します。多分娘さんだと思うんですけど、春菜さんに、ラジオでメッセージをいただきまして、ぜひお話をさせていただきたいなと思うんですけど、いらっしゃいますでしょうか？何でメッセージいただいたんですか？あ、浜辺美波のオールナイトニッポンというラジオを今やっていて。ちょっと今いないんですけど。そうですよね。じゃあちょっと、なんだろう、お父さんでいらっしゃいますでしょうか？あ、違います。兄です。あ、お兄さんですか。あ、すいません。娘さんにその、ちょっとメッセージをいただきまして、多分ちょっと、お兄さんに聞かれるとちょっと恥ずかしいかもしれないんですけど、ちょっといいですか、お電話一瞬。あ、大丈夫ですよ。あ、お兄さんおいくつですか？17です。あ、17歳。すごい。じゃあ高校2年生ですね。娘さんじゃない、妹さんとは、妹さんは2歳差なんですよね。あ、そうですね。あ、浜辺美波です。あ、そうです。浜辺美波のオールナイトニッポンというのを新年にやってて、それのメッセージを妹さんにいただいて。すいません、その学校の時間なんで。あ、そうですよね。あれ、ちなみにお兄さんは？ちょっともう3年生なんで、ちょっと特編で早く帰ってきた感じですね。あ、そうなんですね。ちょっといいですか？ちょっと今。あ、大丈夫ですよ。はい。ちなみに恋してますか？あ、恋してますか？まあそうですね、はい、まあ、あら、ちなみにどういう状況ですか？どういう状況ですか？あ、まあ同じクラスとかですね、はい、彼氏彼女という関係ではなく片思い。そうですね、はい、あら素敵ですね。ちなみにもう3年生ということで卒業とかがかかってますけど、はい、ご予定ありますか？ご予定ありますか？告白するご予定ありますか？あ、まあ機会があれば。あら素敵。はい、いいですね。最近そういう方いらっしゃらないから。ちなみにどなたに似てますか？え、誰にとかどういう感じとかありますか？似てる方、似てる。じゃあまあ雰囲気とかなんかいいところとかありますか？あ、いいところ、まあ優しいところとかで。あ、はい。どうしますか？どうしますで、バレンタインとかもありますからね。本当、ね、3年生すぐに終わっちゃいますもんね、はい、卒業で。はい、ぜひ行ってほしいです。女の子は待ってると思いますよ。どんなに覚えそう。ちょっとその恋の話っていうコーナーなんで、すいませんお兄さん。はい。あと受験も本当に精いっぱい応援してます。あ、終わったんですか？はい、大丈夫です。はい。あ、結果はわかるの？いつなんですか？もう決まっているんで。あ、よかった。はい、じゃあもうあとは、楽しいお時間ですね。そうですね。はい。楽しみたいと思ってます。お貸してください。ぜひ、ゲットしてください。はい。ありがとうございました、はい。ありがとうございます。優しいお兄さんでよかった。思春期とか反抗期とかで怖かったらどうしようと思ったけど、すごいちょっとノリのいいお兄さんでよかったです。いや、キュンキュンをさせていただいて、妹さんではなかったですけど、すごく嬉しい楽しい時間になりました。本当にたくさんの声バナ皆さんありがとうございます。後でたくさん読ませていただきたいと思ってます。感想はですね、ハッシュタグ浜辺美波 ANN をつけてツイートしてください。たくさんのメッセージありがとうございました。ねえ、 SDGS って知ってる？ SDGS？S はあの球団で、 D はあそこでしょ？ G はもちろんあそこで、また S？ SDGs とは持続可能な開発目標。私たちはこの世界的な課題解決に取り組んでいます。100年を作る会社、カジマ。株式会社ケイズリングは、宅配、ルート配送などの軽貨物配送や台車配送で社会に貢献しています。ケイズリングは豊富な案件でドライバーをサポート、独立開業支援も行っています。
軽貨物配送を通じて夢を運ぶ、私たちはケーズリングです。今年もヨドバシカメラは特価商品お得なセットを豊富にご用意いたしております。大好評の有機 EL テレビ、テレワークにパソコン、スマホ、ウイルス対策に加湿、空気除菌がおすすめ。冷蔵庫、洗濯機、エアコンも安い。送るまでも安心、駐車場もございます。なんてったって安心、ヨドバシカメラを今年もよろしくお願いいたします。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン。気になるあの番組の最新トピックスをニュース記事で読みやすくお届けしています。ぜひスマホやパソコンで日本放送ニュースオンラインチェックしてください。日本放送ホームページ 1242.com からアクセス。自称世界初バーチャルシンガーのユーニーです。お悩み相談に答えたり、いろんなゲストが来てくれたり、無茶ぶりに答えたりする番組、ユニのオールナイトニッポン愛、日本放送ポッドキャストステーションで配信中です。みんなチェケラ。岡村隆史です。矢部浩之です。オールナイトニッポンの番組イベントを開催します。題しまして、ナインティナインのオールナイトニッポン in 横浜アリーナ。なんと今回はライブ配信も同時開催。1月17日日曜日、横浜アリーナかパソコン、スマホの画面の前でお会いしましょう。詳しくは日本放送イベントホームページまでアクセス。浜辺美波のオールナイトニッポン。今夜のオールナイトニッポンを担当しています浜辺美波です。新年最初のオールナイトニッポン、お雑煮とかおせちとかたくさん食べたという方も多いと思いますが、ここでまたお腹が空くこちらのコーナーです。君の揚げ物が食べたい。上がってますね。いやー、最近ね、自宅で揚げ物をしている私がリスナーのあなたから揚げ物に関する情報を送ってもらうコーナーです。皆さんお待ちかねかなと思います。それではご紹介していきましょう。いきます。ラジオネーム、行くあてのないおじさん。やめてくださいよ、行くあてはありますよ。皆さんどこかに向かって歩んでいるはずですから。まあ、揚げ物がね、幸せにしてくれますよ。私のおすすめは生ハムチーズフライです。カマンベールチーズに粗挽き胡椒をかけ、生ハムで包み、バジルをまぶしたパン粉で揚げたものなんですが、そのままでも美味しいですし、バルサミコ酢をちょっとつけても美味しいです。すごい、行くあてのないおじさん、多分これ料理すごいする人だって。パン粉にバジルちゃんと混ぜてますよ。私、カマンベールチーズってモッツァレラとかね、カッテージとかは、まあ、値段がちょっと低いから買いますけど、カマンベールは値段しますから、ちゃんと買って、それも生ハムも買って、ちゃんと包んで、それもバルサミコ酢食べても美味しいって、すごい美味しそう。これカマンベールチーズいいですね。確かに、それもチーズと生ハムは絶対合うし、これは本当に私やりますよ。あとバルサミコ酢もなんか買ったやつ全然使わないで余ってるし、すごい、バジルも家にある。いいです。これちょっとおしゃれ、絶対サクってなってとろってなるやつですよ。いやー、これは最初からいい。写真撮って後で保存します。いや、これは絶対美味しいですね。ただ絶対太る、すぐ太る。だってね、チーズって意外と太るんですよ、脂質が多いから。なんか糖質は少ないんですけどね、で揚げ物だし。いや、これは危ない食べ物ができましたね。続いていきます。ラジオネーム、買い物お手の物モノポリーさん。どういうことまあいっか。とんかつを揚げるときは通常のパン粉よりも生パン粉を使うと衣がサクサクになります。浜部さんが衣しか勝たんと思っているなら、ぜひ試してみてください。あー、いいですね。いや、私買ってあるのはずっとパン粉普通のなんですよ、あのカリカリのやつ。それを置いてあるんですけど、なかなか減らなくて、それなくなったら生パン粉にしようと思ってるんですけど、なかなか減らないんですよ。で、やったことあるかないかですけど、なんか以前、アジフライかな、なんか、ブリフライみたいなやつをスーパーでお惣菜で買ったことがあるんですよ。あの、揚げてない状態のやつ。で、あれについてたのが生パン粉だったんですよね。で、それ揚げたらすごいサクサクになったんで、あと衣もなんか結構剥がれないじゃないですか。
生パン粉だとなんか結構しとってくっつくっていうか、だからいいなと思ってます。パン粉なくなったら生パン粉にしようと思ってます。私パン粉とかなんか乾燥したままの方がいいやつは冷蔵庫入れてるんですよね。だから冷蔵庫場所取るのが嫌なんで、なくなったら、あともう3分の1ぐらいなんで、なくなったら生パン粉にしたろうかなと思ってます。したります。ちょっとだんだん続いていっちゃいますよ。ラジオネーム馬の耳にでんぷんさん、22歳です。僕は二十歳を過ぎたあたりからコロッケを食べるとすぐに胃がもたれてしまいます。そうなんですね。なので少しでもさっぱり食べるために僕はポン酢をかけて食べます。コロッケにポン酢？あーでもいますよね。ポン酢が一番好きな人。確かにポン酢美味しいですよね。私もポン酢よく何でもかけますけど、コロッケは私何にもかけないですね。ソースもかけないかもしれないです。とんかつとかも結構基本かけなくて、たまーにかけますけど、ポン酢はやったことなかったですね。ハンバーグとかにもポン酢かける人いますよね。確かに合わないことはないか。うわー、ポン酢か。でもポン酢ってこだわると、なんかメーカーとかによって全然違ったり、なんかね、美味しいですからね。ポン酢いいですね。ポン酢に合う揚げ物も作りたいなって思ってます。いや楽しいですね、揚げ物コーナー。まだまだ行きます。じゃあラジオネームアルパカちゃん、私が好きな揚げ物はちくわサラダです。熊本合唱でちくわにポテトサラダを詰め衣をつけ揚げたものです。そのままでも美味しいのですが、私はソースをかけて食べるのがおすすめです。ボリュームがあるのですぐにおすすめ。ボリュームがあるのですぐにお腹いっぱいになります。わあ、これすごいいいじゃないですか。ちくわにポテトサラダ？だから、真ん中に詰めるってこと？それとも半分に切って、グググってこうやるのかな？半分に半分みたいな。でも真ん中だったら結構ちょっとしか詰まないですもんね。私の予想は半分ですよ。ちょっとどうかわかんないですけど、いやでもこれ美味しそう。ちくわって美味しいですよね。たまに無性に食べたくなって買っちゃいます。カニカマとかも。でポテトサラダね、ポテトサラダって一回作ると結構量あるから味変難しいじゃないですか。まあ一回目普通に食べて、二回目も普通に食べて、三回目パン挟むとかなっちゃうと結構難しいので、これありだなと思います。私すごい美味しそう。なんかサラダなのに揚げ物ってなんかこう面白いコラボだなと思います。まあ、熊本が発祥って、なるほどね。そういうの絶対美味しいですよね。まあ、ソースも合いそう。いやこれはソースかけて食べたいなと思う揚げ物でした。これも写真撮ってフォルダに保存します。いやいいですね。揚げ物って結構レパートリー探すとありそうですよね。まだまだ行きますよ。ラジオネーム半蔵丸26号さん、台風なんですかね。次行きます。僕は最近唐揚げなどの揚げ物を食べるときは毎回柚子唐辛子をつけて食べています。ピリッとくる唐辛子と後から来る柚子の香りが相まって無限に食べられます。浜辺さんもぜひ試してみてください。柚子唐辛子ってそういうものが売ってるんですかね。乾燥させてこう引いたものみたいなのが。へー、それちょっとまず買いに行きたい。何にでも合うじゃないですか。鶏皮ポン酢とかにも絶対美味しいじゃないですか。美味しそう、柚子唐辛子。私柚子胡椒はそんなに好きじゃないんですけど、柚子は好きで、で唐辛子の七味とかね、そういう辛さはすごい好きなんですよ。最近もねキムチ自分でつけて食べたりしてるんですけど、辛いものは全然、ある程度の辛さ、なんか海外のなんか辛さがすごくてその後敷き込んじゃうみたいな、そういうのは無理なんですけど、こういう柚子唐辛子みたいなこうスパイシーな感じだったら全然食べれちゃうので美味しそうですね。でそれと揚げ物って、なるほどね、無限に食べれちゃう、それは危ないですね。でも熱々の揚げ物に柚子唐辛子かけたら結構辛くて舌ヒリヒリしそうですね。
いやー、でも、柚子唐辛子が欲しい。揚げ物に使うかどうか、まあ、試すとして、柚子唐辛子が、私は欲しいですね。このスズメもぜひ、探してみますね。ちょっと通販とかで。楽しかったです。そっかー、なんか結構皆さん引き出し持ってますね。やっぱり、揚げ物ってこう、家庭内とか、こう自分の中で成長していくというか、進化を遂げていくから、なんかその過程によって味があったりとか食べ方があって、なんかこういうの聞きすると本当に新しい発見ばっかりで楽しかったです。本当新年早々たくさんの揚げ物メールありがとうございました。もうすごく参考になりました。感想はハッシュタグ浜辺美波 ANN をつけてツイートしてください。さあピッチャー投げました、打った右中間真っ二つ、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回す。回ってない回ってないぞ。どうしたどうした、回したいのに回らないの、肩痛くて。もう肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光、野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える、神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何、肩こりと腰痛、不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光、番組をお聞きの皆さん、埼玉県知事大野元裕です。人が集まる機会が多い時期です。感染症対策をしていますか。ここで一句、マスクしてコロナに打ち勝つワンチーム。今年も一丸となって感染予防に努めましょう。はい、ガリバーです。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか。はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めてない方も 0120-66-4747 66-4747 ガリバーへ。水溜りボンドのトミーです。カンタです。1月10日日曜日に東京国際フォーラムホール A で番組イベントをやります。タイトルは水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロリスナーアミーゴフェスティバル。ゲストはシュージマンです。プシュ、三四郎の相田さんのことです。動画配信チケット販売中、詳しくはイベントホームページをチェック。オラ春の高校バレー第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会。全国の予選を勝ち抜いた計104校が日本一を目指して熱戦を繰り広げる。1月5日から無観客で開催。詳しくは春高バレー公式ホームページをチェック。浜辺美波です。スヌーピーが好きで集めてます。リアルなワンちゃんも好きです。浜辺美波のオールナイトニッポン、ワオー。時刻はもうすぐ2時になります。今夜のオールナイトニッポンは私浜辺美波が担当しています。それではここで少し浜辺美波のイメージ調査2021に寄せられたメッセージをご紹介していきたいと思います。たくさんいただいたのでね、せっかくなので紹介していきます。ラジオネームイーグルさん、試着せずに洋服買ってよく失敗してそう。わーすごい、当たってる。そう、試着嫌いなんですよ。なんか最近はまだするようになりましたけど、なんだろう、家に帰って着た時のワクワク感とかが楽しみで、着ちゃうと想像できちゃうし、まあもちろん当たりしか買わないんですけど、家に帰って想像以上にこう形が可愛かった時とか、なんか細く見えるみたいな服とかね、なんかそういう嬉しさの方を大事にしちゃって、あんまり試着はしないですね。確かに失敗することも多いんですよね。なんか意外と足短く見えるこの服とかね、肩幅ちょっと大きかったなとか、そういう失敗は本当によくあります。あとね、こうポチッとネットとかでしちゃうと本当に合わなかったり、質感そんな感じなのみたいな、そういう時はありますね。適当さをよくわかってらっしゃいますね、イーグルさんは。いやー確かに、でも服欲しいな、福袋とかでも。いや新年買いに行くかな、混むのはちょっと危ないから嫌だけど、いやでも服は欲しい、ポチっちゃおうかな。楽しい買い物をしましょうね皆さん。
針にもう一つ紹介していきます。ラジオネームゆかちゃんの妹さんそっかそっか、はいはい。家の家具は白で統一してそう。あー、当たってるこれ。すごい、私の家知ってるのって感じですよ。すごい。あのテーブルもだし、今あのまあ、テレビ買い替えようと思ってるんですけど、すごいちっちゃい27インチのテレビがあるんですけど、家にあれの枠も白だし、台も白だし、まあ、ソファーはさすがに白だと汚れちゃうんでピンクですけど、あの棚タンスかもう基本白だし、白多いですよ。てあ時計も白だしね。すごい好きなんですよ白。軽くなったりとか、なんか明るい部屋が好きで、なんかそう揃えてますね。よくぞ、まあ。まあ、こだわりはそんな、こだわりはそんなにないんですけど、あんまり物は置かないですね。それぐらいです。いや、いいですね。テレビは新しいの買おうと思ってます。新年で安くなってたら買いたいですね。大きめのテレビ。では、ラスト1ついきますね。ラジオネーム、ずっと微熱さん。おにぎり1個とブロッコリーと人参を入れたらパンパンになる、小さな小さなお弁当を使ってそう。どういうこと？おにぎり1個とブロッコリーと人参入れた、あ、だから、手のひら、ギュッてした2個分みたいな感じですよね。うん。いや、私、あの、中学の時は、あの、お母さんがお弁当作ってくれてて、高校の時はお弁当だったんで、自分で作っていってたんですよ。後半ね。私、嫌です。お弁当の中におにぎり皆さん入れます？場所取るしもったいなくないですか？だから、弁当の中全部におかずを入れて、おにぎりは別で、持ってってるタイプでした。2個ぐらい持ってってましたし、茶色いお弁当が好きでしたね。唐揚げ、ハンバーグ、あとグラタンとかね、そういうのが好きでしたね。野菜は全く入ってなかったですからね。卵焼きも好きでした。こういうイメージ。てかこういうちっちゃいお弁当の子いましたよね。いた。お腹いっぱいになるのみたいな。ゆっくり食べてましたね。偉いなと思いながら、絶対家帰って食べてるよとか思ってましたよ私は。見え張っちゃってとか思ってるタイプでした。だからこれはちょっと違いますよ。そんな可愛らしくはないです。ありがとうございます。すごい楽しいですね、いろんなコーナーがあって。さて、そんな浜辺美波、私なんですけど、実はですね、ミニトマトが今すごくハマってて大好きなんですね。もう新年早々に電波を通してこんな言うことでもないかもしれないんですけど、本当に好きで今1日に2パックぐらい食べてるんですよ。はい。あの、野菜として食べている最初のサラダ分と、デザートでトマトを食べてて。まあ、理由としては、まあ、お腹いっぱいにもなる。し、なんか爽やかだし、日焼けとかに、リコピンっていいじゃないですか。だから詰まってるって聞いて、体にもいいんだって思って。味も好きだし、甘いし。ということで、よく食べてます。よく買う品種は、なんか縦長の、アンジュなんとかみたいな。フルーツトマトっぽいやつをよく買います。あとは本当に大きめの、皮が硬くてパリッとしてるような、ちょっと酸っぱい、甘いみたいな、しっかりしたトマトを買うことが多いです。はい。そこでですね、そこでですよ皆さん。新年の運試しも兼ねて、キキミニトマトにチャレンジしていきたいと思います。はい、目の前にミニトマトがですね、なんと5種類ございます。目隠しをして一つのミニトマトを食べて、それがどのミニトマトか当てたいと思います。ミニトマトの食レポも頑張りたいと思います。一応ね、5種類軽く紹介しますね。1つ目、1パック380元、愛知県のトマト、マリ君ハニートマトでございます。なかなかこれはスタンダードなトマトという印象ですね。もう一つは美容トマト、すごいちゃんと高級感のある箱に入ったやつで、1パック、これ580円です。200円も差がある。で、これ結構赤色してて、小粒ですね、これは。で、結構色が濃い感じのトマトとなっています。さらにもう一つ。これは、値段書いてないですね。思わず笑顔になるフルーツトマト。もうサイズとしてはちょっと大きめで、皮柔らかそうな印象がありますね。いや、これも美味しそうですね。で、もう一つは、カラフルトマト。埼玉県のものですね。あの、本当にフルーツトマトで、こういろんな色が入ったトマトのアソードパックみたいになってるんですけど、どれを食べるかによりますね。でもこれはフルーツトマトなんで、普段食べてるのに近いのかなって一緒に思ってます。でね、これがすごい美味しそうで、和歌山県産の赤トンボ、
ってやつなんですけど、めちゃくちゃ色が濃くて、なんだろうな、ラズベリーみたいな色してるんですよ。で、葉っぱがすごい、ふわってなってて、人手みたいにこう、元気よさそうに広がってて、これは絶対甘くて美味しいんじゃないかなと思ってます。一パック580円です。いや、楽しみですね。はい。これ5種類、目つぶって食べて当てるということで。いや、これでも、食感とか、で、なんとなくわかるんじゃないかと勝手に思ってますよ。もう私もうミニトマトめっちゃ食べてますから。だって一パック結構するから、私、食費結構ミニトマトに当ててますからね。これを当てないといけないなと思ってます。それでは、目をつぶる前にルール確認です。丸1、目隠しをして答えのミニトマトを食べます。丸2、5種類のミニトマトを食べて、私が最初に食べたミニトマトはどれなのかを当てます。なるほどね。じゃあ結構6個くらい食べれるんですね。いいですね。お腹いっぱいになりますね。ならないですけどね。それでは、いきますね。シンプルなので。もうこれは私の舌と歯にかかってるなと思ってます。行きたいと思います。目をつぶります。はい。ではまず一つ目、最初のやつですね。これ覚えとかなきゃいけないってことですからね。はいはいはい。あー、わかんないな、これ。あ、でも、いきますよ。すごい美味しい、これ。皮はそんな硬くないんですけど、甘酸っぱくて、なんか、多分高いトマトですよ、これ。食レポ難しいですね。いや、でもすごい美味しいです。これがスーパーに売ってたら毎日これ買っちゃう。そんな感じです。これ覚えておきたいと思います。頑張ります。てか美味しい、本当に。じゃあこれあと5種類いってもいいんですかね。はい。じゃあ、5種類食べていきたいと思います。じゃあまず、じゃあ普通のスタンダードのトマトから。スタンダードのトマト、ヘタとのくっつき具合もめちゃくちゃくっついてて、そんなに甘くないし、皮が固め。これはさっきのじゃないと思います。皮さっきの柔らかかったんですよ。だから硬いなと思ったんで、違うと思います。次のいきます。フルーツトマトいきます。あ、すごいこれ。このフルーツトマトすごく果物みたいな味がする。美味しいけど絶対違う。あとこれ。笑顔になるフルーツトマト。大きいやつですね、ちょっと。いや、こんなでかくなかったよっていうね。絶対違うけど、まあ美味しそうなの食べまーす。ね？え、これすごい美味しい。え、これすごいですよ。花てんにょ？うん。美味しい。想像以上に甘いです。料理用みたいな感じだから、あんまり甘くないのかなと思ったらめちゃくちゃ甘い。美味しかった。全部全然違います。まあ、サイズもですけど、皮の残り方と甘さも違う。酸っぱさも違いますね。これ簡単かも。あと、あとの2個のうちどっちかですよ。この中にはなかったです。よし。じゃあ、高そうなやつに入ってた、美容トマトってやつに行きたいと思います。小粒な感じですね。うわぁ。ぽいけどなぁ、ぽいなぁ。ちょっとこう、なんだろうな、フルーツっぽい、アセロラっぽい感じ。なんか、ちょっとワンクセあるような感じが。あ、ぽいなぁ。これ次食べてだなぁ。甘い、甘い、同じ甘さがする。あ、次のに行きますよ。これね、もう、頑張って当てないと。行きます。あ、すごいこれ。なんか、最初になんか香りが、トマトじゃない香りがする。美味しいけど、顔柔らかいし。いや、でもこれ、簡単でしたよ。はい。じゃあ私の答え出していきたいと思います。皆さんに、私の自由な食レポをお聞かせしてしまってすいませんでした。
はい、味は想像したり取り寄せたりしてみてください。私が最初に食べたトマトを発表します。3番の美容トマトだと思います。ほらー、やっぱりね。いや、めちゃくちゃ美味しかった。でも美容トマト、いやー、ほらミニトマト食べてるからスタンダードのやつはいつも買ってる味がしたしでもすごい、やっぱ全然違いますね。やっぱ値段とかはちょっと張りますけど、美味しいトマトはやっぱり味が違う。普通のも美味しいけど、たまに味変でいいの買うのもいいなと思いました。ぜひ皆さんも今想像して、多分ミニトマト食べたくなったと思うんで、ぜひ買ってみてください。はい、始まりましたね。来ちゃいましたよ、約束の謎オランド。脳みそを使う時間がやってまいりました。今 TBS ラジオ系列のスタジオで話をしているんですが、この謎謎にたくさん正解できればこのスタジオを脱出、次は日本放送でラジオができるそうです。ちなみにここまでの正解率は2分の1です。はい、2問中1問正解しました。もうここからはもうパーフェクト目指すんで、はい、頑張ります。それでは謎謎です。問題、鬼が上に乗っている野菜は？鬼が上？鬼？鬼？鬼ってなんだっけ英語で。キング？違うな。ちょっと待って。え、鬼は英語で無理だな。鬼。鬼野菜。鬼野菜？鬼野菜。鬼ベジタフル。ベジ鬼。ベジ鬼？え、ベジベジ。ベジベジ。なになに？ちょっと待って。鬼野菜。お野菜？なんだよ。木か。木で、野菜。ちょ、待って。あ、木が乗ってる？鬼が上？鬼が上？角？角？わかんない。鬼が上か。だから、もうここはもう勘です。わかんなかったんで。ナスビ。ナス。カピーマン。なんで、なんで？答えいきますよ。ちょっとこれは本当にわかんなかった。頑張ったけど。はい。オニオンサラダ。え、ちょっと待って。野菜料理かい。私の頭が回ってなかったー。あー。何よー。オニオンサラダね。本当だ。オニオンまでついてるもん。鬼がオンでサラダ。なるほどね。いや、これは頭いいな。本当私の頭が回ってなかった。悔しすぎる、これは。これはダメよ。ちゃんと次は頑張ります。ちゃんと問題をよく読んでいくのが次の課題になると思います。今は、なんか3問中1問しか正解できてないですね。もう 50% 以上は正答率上げたいと思ってるんで、頑張ります。この後もですね、約束の謎オランドがあります。私はこのスタジオから脱出することができるのでしょうか？では、ここで一曲。東京事変さんで、女の子は誰でも。と気づくと時間も周りも全て忘れて没頭していることがある。息を詰めるからできることがあるんだ。でも息を抜かなきゃ呼吸はできない。青を味方に、ブルボン、アルフォート。ストーンズです。完璧だなんて間違ったって思うな。部屋探してる？そこの君、部屋によっては未来も変わる。部屋探しってすごく大事だ。部屋、エイブルで決めよう。お部屋探しはエイブル。盲導犬って大変そうだよね。ストレス多そう。かわいそう。え？僕のことそんな風に思ってんの？世間の誤解に吠えさせてもらいますわ。これやってんのはたくさん褒めてもらえて嬉しいからや。楽しめる犬しか盲導犬にはならへんのやで。うちらいつでも一緒におんのが幸せ思てんのに、そんな言われたら相方も悲しむわ。どうかそんな目で見んといてや。ほんまにお願いしますわ。ストレートゴー。ほら行こうか。ワンダフルなご理解を日本盲導犬協会AC ジャパンはこの活動を支援しています。リリアリリアリリリリ
もしかしてご存じないんですか？慢性腎臓病。慢性腎臓病は成人のおよそ8人に1人がかかる新たな国民病。腎臓は悪くなっていても自覚症状があまり出ません。予防には高血圧、糖尿病、肥満などの改善が重要です。皆さん、ご注意くださいね。レレレのれ。日本腎臓財団。AC ジャパンはこの活動を支援しています。浜辺美波です。好きな揚げ物は唐揚げ。ヤンニョムソースをつけて食べたいです。浜辺美波のオールナイトニッポン。ジュワー。2021年最初のオールナイトニッポンを担当しています、パーソナリティの浜辺美波です。それではここで今夜のメッセージテーマ、君の揚げ物を食べたいに送られたメッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム、さちえさん。最近バイト先で天ぷらを食べさせてもらったのですが、セロリの天ぷらがとっても美味しかったのでおすすめします。茎の部分を揚げていたのですが、セロリ独特の癖も少なく、セロリが苦手な人でも食べやすいと思います。ぜひ作ってみてください。これ美味しそう。いや、年越しそばとか、まあ、お蕎麦とかうどんとか、これの時期よく、この時期よく食べるじゃないですか。天ぷらも作るので、天ぷらでセロリか、新しいですね。食べたことない。私、セロリの茎だけなんか安く売ってません？最近。だからすごく手軽に作れるなと思います。セロリよく買うんですよ。でもサラダにしたり、まあ、ちょっときんぴらにしてみたりとかもしますけど、天ぷらはなかったので、もう切り方とかもどうしようかな。茎の分をかき揚げみたいに揚げるわけではないですもんね。もうそのまま揚げちゃうのか。美味しそう。これはやりたいと思います。セロリの癖も好きですから、なんか、軽くサッと揚げるだけでもすごく美味しそうだなと思います。塩で食べたいですね、これは。ぜひ挑戦してみます。これも写真撮ってフォルダに残します。いいですね。わ、来ましたよ、皆さん、プロが。ラジオネーム、あゆみおんさん。天ぷら専門店で働いている19歳女子です。ほら、来ましたよ、プロが。いつもまかないは天ぷらなので、おすすめの食べ方を2つご紹介します。1つ目は、カマンベールの天ぷら。衣サクサク、中はトロッとしていて最高です。甘めの天丼のタレをかけて食べるのがおすすめです。2つ目は、白子の天ぷら。熱々なので火傷要注意ですが、ミルクのようにとろけて、塩とわさびで食べると絶品です。ぜひ試してみてください。すごい。プロすごい。まかないでカマンベールとか出るのかな？白子も出るのかな？すごい最高のお店じゃないですか。あゆみおんさん。すごいいいな。カマンベールまた出ましたよ。やっぱりカマンベールっていう食べ物自体が、まず美味しいし、揚げ物に合うんですよね、多分。うわ、美味しそう。天丼のタレね。うわ、そうね、そうね。確かにそのままで食べるより、このカマンベールの天ぷらは、タレかけた方が美味しそうですね。なんか、半熟卵のゆで卵みたいなのの天ぷらってあるじゃないですか。あれも私、甘めの天丼のタレかけた方が美味しいと思うんですよ。あんな感じでこう、ちょっと濃厚な、クリーミーなものにはちょっとかけた方がいいですよね。わ、これもやりたいな。美味しそうですね、天ぷら。あと、白子ね。白子も、私あんまり売ってるイメージなかったんですけど、最近売ってるんですよね、私の家の近くのスーパーで。白子、結構な量でそんなに高くなかったり、ちょっとたまに安くなってたりするんで、白子いいですね。私も買ったことあるんですけど、天ぷらにはしてなかったんで。うわー、それも塩とわさびか。なんか通の食べ方しますね。さすが天ぷら専門店。ていうか天ぷら専門店ってなんだろう。うどん屋さんとか蕎麦屋さんじゃないんですよね。天ぷら専門店なんですよね。すごいなぁ。天ぷら愛が、なんか伝わってきますね。これは絶対に美味しいと思うんで。これも確実にやります。本当に美味しそうですね。もう19歳にしてこんな極めてらっしゃるなんて。ぜひ私もそこでバイトしたいです。またもう一つ紹介していきたいと思います。ラジオネーム、逃げるは恥だが、やくみつる。
ねえ、うまいこと言わないで、うまいのかわかんないけど、なんか、語呂がいいっていうか、略さんにちょっとお会いできないんですけど、ちょっとすごいですね。いきます。私が好きな揚げ物は、プチトマトの天ぷらです。自分で料理するのは結構難しく、ツルツルしているため衣がうまくつきません。お店で出され始めた時は、お店で出され初めて食べた時は、抹茶塩を少しつけて口に放り込んだのですが、衣のカリッと、プチトマトの皮のプリ、そして揚げたてなので、トマトの中身がじゅわーっと広がった時は衝撃を受けました。へえ、確かに絶対難しい。どうやったらつくんだろう。衣めちゃくちゃ濃厚に作るってことかな。へえ、作ってもいいけど、サクッとできるのかな。本当にこれ技術とか試行錯誤がいりますね。抹茶塩は、お塩とかが好きと言っていた友達のお母さんがくださって、今お家にあるんですよ。天ぷらの時にたまに出すので、出してか食べるので、いや、これ抹茶塩か、いいですね。トマトと抹茶塩っていう組み合わせは意外と、びっくりなんですけど、確かに美味しそう。揚げても、プチトマトの皮のプリッ感っていうか、パチッと感って残ってるんですね。それがまた、ちょっと試してみたいなと思います。これも、私ミニトマト本当大好きなんで、これはやりたいと思います。あと色もね、鮮やかになりますからね、天ぷらの中に入ってると。ありがとうございます。いや、すごい。皆さんすごいたくさんの知ってるもん。いや、これ全部やりたいですよ。特に天ぷらね、この時期本当に天ぷらはいいですから。彩りを鮮やかにすることが大事ですからね。うどんとかそばにあんまり色がないから。これは、試していきたいなと思ってます。たくさんのメッセージありがとうございます。さて、揚げ物の話がつきませんが、まあ、オープニングで話したように、リスナーのあなたから揚げ物の音も今回送っていただいています。そこでその音を聞いて、どの揚げ物がカリッと揚がっている音なのかを当てるというクイズコーナー。クイズノックならぬ揚げ物ノックの時間でーす。これから流れてくる揚げ物の音を聞いて何を揚げているのか当ててくださいと書いてあるんですけども、いや、これね、どうなんですかね、わかるもんなのか。いや、でも私結構の頻度で揚げてるんで、もう何回ほっぺに揚げ物の油が飛んだことか、もうその経験を生かして、さっきからねクイズ約束のネバーなんと約束の謎ランドかではなかなか正解できてないんで、このクイズではちょっと電問正解出していきたいなと思ってます。ちょっと行きますよ、これ。ぜひ期待してください、皆さん。そして耳を澄ましてください。それでは、ラジオネーム、ウィルさんが送ってくれた揚げ物の音です。待って。なるほど。なるほどね。高音ですね、なかなかに。わかんないけど。ジョ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 じゃなくて、ジョ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 って感じだから、天ぷらじゃないし、多分パン粉ついてる。予想ね。だから、トンカツ。トンカツ。いや、牛カツかもしれないしな、これ。サーモンカツとかね。もう一回聞きますか。じゃあ、もう一回聞きます。いや、結構揚げてんな、これ。揚げてますの。はい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 。でもなんか意外と水っぽいかな。唐揚げかな？じゃあ違う。もうちょっと唐揚げだと低温で揚げないと焦げちゃうしなーって思うので、とんかつ！ダメ？牛カツ！ヒントいきますかと。いいんですか？ヒント。ヒントって何ですか？あ、7択です。1コロッケ、2餃子、3とんかつ、4メンチカツ、5エビの天ぷら、6鶏の唐揚げ、7野菜のかき揚げ。だって私は衣がついてると思ってるんですよ。パン粉がついてると押してるから、コロッケかメンチカツですね。トンカツはもう言っちゃったから。いや、結構、これトンカツ、じゃあ、これがコロッケだったら、なかなか焦げちゃうと思うんですよ。コロッケも中のジャガイモ火通ってるんで、軽くでいいんですよ、揚げるの。メンチカツ！ほらー！でもすごくない？ほら、パン粉ついてるかどうかを耳で当てるっていう。ほら、すごい。あ、ビールさんから。浜辺さん、明けましておめでとうございます。うちの神さんが揚げていたメンチカツの音です。家で作るメンチカツ、美味しいですよね。
わー、わかります。家で作ると美味しいですよね。出来たてだし、なんかお肉の粗挽き具合とかも買ってきたやつで変えられますからね。私も実はもう 75g ぐらい入ったちっちゃいあの牛肉のひき肉今家にあって作ろうと思ってキープしてます。私もメンチカツ作ろうと思ってます。いや、さすがですね。いや、これはでもほとんど正解と言っても過言ではないのではないでしょうか。惜しかったですね。ちょっと次はパズッと開けたいと思います。もう一問行きたいと思います。それではラジオネームりゅうやさんが送ってくれました揚げ物の音です。いや、ちょ、待って待って。でも結構、ジョジョジョワってやってますよ。高音なのかなみたいな。もうちょっとだけ高音、中音高音ぐらいですね。で、さっきよりも、衣はついてなさげ。でも小麦粉はついてるな。だからなんだろう、でも天ぷらにしては、かき揚げとかだったらちょっとあるかもしれないけどな。唐揚げじゃない、数があったらわかんないな。もうなんだ、ちょっと待って、何があるっけ揚げ物。いや、ちょっと待ってください。これ、待ってください。唐揚げ。え？嘘。ちょっと待って、もう一回。いや、高いんだよね、音が。音高めだな。なんか小物な気がするんですよ。そんな大きなものあげてない。唐揚げ惜しい。ほら、私の耳すごいですよ、揚げ物に関しての。唐揚げ惜しい。唐揚げが惜しいということは、ああいう感じですよね、衣。片栗粉？なんだろう。ヒントいきますかって。お願いします。丸一、カニクリームコロッケ。丸二、エビの天ぷら。三、ザンギ。四、ナスの天ぷら。いや、ザンギじゃないですか、これ。三番の。いや、ちょっと待ってください。ザンギと唐揚げ一緒じゃないですか、これ。ザンギ。ねえ。これほとんど唐揚げですって、絶対。ザンギってそんな、ちょっと味違うだけじゃないですか。北海道の人に怒られちゃう。はい、フェンネーム、リュウヤさん。ラジオネーム、リュウヤさん。私が作るのにハマっているのは、北海道ならではのザンギです。いわゆる鶏の唐揚げですが、私が作るのは生姜やニンニクをたくさん入れたものです。だいたい月1ペースで作ってますが、今回は浜辺さんのために今日作りました。おー、すごい。いつも二度揚げで作ってます。すごい。二度揚げか。二度揚げ目を録音しました。少し焦げてしまったのですが、味はいいと思います。来年はこちらも北海道で有名。若鶏の半身揚げに挑戦してみたいと思います。半身揚げも美味しいので、浜辺さんも北海道来たらぜひ召し上がってみてください。わー、すごい。でもこれザンギね。わざわざありがとうございます。二度揚げか。私二度揚げはしたことないです。二度揚げもやっぱり美味しそうですね。まあ、焦げるのがね、唐揚げ難しいですよね。意外と火通んないから、高温で揚げると焦げちゃいますからね。生姜やニンニクたくさん入れるのもね、いいですよね。ザンギの特徴なんですけど、それが生姜にんにくたくさん入ってるってことなんですかね。いや、でもこれもほとんど正解じゃないですか。いや、やったー、全問正解、イエーイ。はい、皆さんやってまいりました。約束の謎オランドの時間です。この TBS ラジオ系列のスタジオを抜け出して、日本放送でラジオをするために、リスナーのあなたが考えてくれた謎々に挑戦しています。いや、もう揚げ物クイズ正解しましたからね。この調子でここもクリアしていきたいと思います。では、早速いきます。謎々です。問題。ラジオネーム、ラムセブンさん。車を運転して曲がるときに必ず落としてしまうことは、必ず落としてしまうものはなんだ？私車運転できないからわかんないんだけど、なんか曲がることカーブって言うんだっけ？カーブ、ウェーブ？右折、左折？カーブ、ウェーブ。ちょっと待って、全部書き出してるんで。右折、左折、
カーブ。車でしょ？だからカーブでしょ？カーブ。カーブ。カーブ曲がる。カーブ。ブーカ。違うな。カアブ。なんで？カーブじゃないのかな？必ず落としてしまうこと。車。車がる。車。車？カー。車がる。車曲がる。カー。カーカーブ。違うな。これもクイズで、クイってわかんないから予想でいきたいと思います。落としてしまうもの。落としてしまうもの。財布。携帯。ダメなんて本当にダメよ。なんでいきなり難しくなるんだろう。謎をランドになると。答え見ていきます。皆さんわかりました？いきます。スピード。そっちかー。文字遊びじゃなくて、なるほどなーっていう、そっちかー。難しい。なるほどね。これは気づかなかったの、悔しいやつですよ。確かに、曲がるときスピード落としますもんね。いや、すごい。これ考えた方すごいなと思います。これはちょっと乾杯でした。ありがとうございました。いや、悔しいですけど、まあ、謎ランドはこの後もまだまだあるそうなので、スタジオからの脱出を目指して頑張りたいと思います。それではここで一曲お聴きください。山口百恵さんでプレイバックパート2。あなたの元へ。プレイバック。清塚信也です。お聞きのオールナイトニッポンではコラボレートニッポンを放送中。私が担当、12月期のコラボパートナーはハイエンドゲーミングチェアの AK レーシング。リスナーの皆様の座りに関する様々な悩みに私がアドバイスする座りのセミプロ清塚信也の座りの悩み相談という企画をお送りしてまいりましたが、それもついに今日が最終日。寂しいわ。今夜は今月メールを紹介した人の中から一人にプレゼントされる 53,777 円相当の AK レーシングのプロ X の当選者をこの方に発表してもらいましょう。めちゃめちゃ渋くてかっこいい味を出している今回 AK レーシングの販売をしている会社テックウィンドウの木村昇さんでーす。こんばんは、お久しぶりです。どうも木村さん、お久しぶりでございます。たくさんメールいただきましたね。そうですね、非常に多くのあのメールいただいて大変驚いております。いろんな悩みを抱えてらっしゃるんだなっていうのが気づきましたね。それではプロ X の当選者を発表してください。椅子のキャスターでフローリングの床が傷つくんじゃないかという悩みを送っていただいた東京都大学生ノーリーさんです。おめでとうございます。いや、いいですね。おめでとうございます。これどうして当選者に選ばれたんでしょう。非常に多くのですね、ご質問いただくんですよね。AK レーシングの場合も床を傷つきませんかという。で、なかなかちょっと、ビジュアルとかね、椅子の形にこう、注目されがちなんですけれども、実はAK レーシングも、床を傷つけにくい、ポリウレタンのね、こう、弾力性のあるキャスターを使ってますので、ぜひね、AK レーシングに座っていただいて、悩みを解消していただければと思い、当選させていただきました。なるほど。本当、今触ってみたら本当ですね。これ、隅々まで気を使ってらっしゃるということですね。さあ、はい、それでは、木村さん、今聞いていただいているリスナーの皆様にメッセージをお願いします。はい。大変良い企画で、皆様のご意見いただくことできましたので、またね、機会があれば、今年も実施できればと思いますので、楽しみにしておいてください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、木村さん、そしてリスナーの皆様、この1ヶ月間どうもありがとうございました。ありがとうございました。また何かの機会にお耳にかかりましょう。ピアニスト清塚信也でした。
感想はハッシュタグ浜辺美波 ANN をつけてツイートしてください。たくさんのツイートお待ちしています。浜辺美波のオールナイトニッポン。今夜のオールナイトニッポンは浜辺美波がパーソナリティを担当しています。それではこちらのコーナーをお送りします。揚げ物の話と音でもたれてしまったイオを甘酸っぱい恋の話でキュンと綺麗にしたいと思います。では恋の話ご紹介していきましょう。ニックネームランニングマンさんですね。19歳です。高校の時同じ陸上部で先輩後輩同学年からも人気が高い男の子がいたんですけど、その子に片思いをしていたんです。高校卒業と同時に会えなくなっちゃうのが嫌で、無理やり LINE を続けたりして連絡を取っていました。そしてある日私が今度会って話したいと送ったら、なんと向こうからそっち行くよと連絡してくれたんです。しかも陸上部だったこともあって、だいぶ家同士は遠いのに走って迎えに来てくれて、どこの王子様だよって思ってしまいました。しかし別の日、私のことを恋愛対象として見てくれているか聞いてみたら、申し訳なさそうにそうは見ていないと言われました。これってどう思いますか？男の子ってどうして思わせぶりというか、そういう態度ばっか取るんですかね。私はそれっきり全ての男子の行動は信用していないです。それはずるい、あっちがダメですね。ランニングマンさん、それはダメですよね。え、なんか何なんですかね。私はちょっとあっちの心理が理解できないんですけど、ただの優しさなんですかね。あ、電話できるそうですよ。早速しちゃいますか。で、わかんないことを全部聞きましょう。19歳、静岡県の方ですね。すごい。お、かかってますね。最後の一文がいいな。すべての男子の行動は信用していないですっていう。あ、もしもし。浜辺美波と申します。はい、オールナイトニッポンの、はい、あの、恋の話というのでメッセージくださいましたか、はい、ランニングマンさん。はい、送りました。どうしよう。ありがとうございます。はい。ちなみに今何してらっしゃいましたか？あ、今洗濯物たまってました。偉いです。はい、一人暮らしです。あ、そうなんですね。お時間ちょっと大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。あの、恋の話、はい、今読ませていただいたんですけど。あ、はい。あの、ひどいなと思って、私も。いや、思いますよね。思います。いや、だって、はい、なんで、ここまでしてっていう。うん。気がない時に気があるふりをする、はい、あっちのメリットってなんだろうって思うと、はいはい、あ、優しさだけってことなんですかね。はい、思いますよね、本当に。いやー、もう。なんかでも、期待した自分も、なんか、うん、悪かったのかなっていうか、ああ、モテてる子だったからみたいな。ああ、そうです、そうです。いや、でもこういうことをしちゃうからちょっとモテたりもするんでしょうね。はい、ああ、そうですかね。ああ、そうなんですかね。いや、でも、はい、ちなみに今好きな人とかいないんですか？はい、今は気になる人もいます。ああ、素敵。どういう方とかどこの人とかありますか？同じ大学なんですけど、はい、まだオンライン上でしか話したことなくて。はい、リモートだからですか？あ、そうです、そうです。そうなんですよ。へぇー。じゃあ、会うの楽しみですね、なんか。あ、そうなんです。逆にこう、電話とかオンラインだと、うん、距離近いですか？うんうん、距離、どうだろう。あ、でも、なんか、直接対面で話すよりは、うんうんうん、話しやすいっていうのはありますね。ありますよね。はい、あります。いや、なんかすごい、ランニングマンさん、声が可愛らしいから、電話でこう、落としていくのはありだと思います。本当ですか？嬉しいです。いや、すごい可愛いです。ちなみに、あの、はい、静岡県って書いてありましたけど、大学も静岡ですか？ あ、埼玉県です。あ、じゃあそれは、たまに静岡弁、うん、はい、あったら出していくのがいいと思いますよ。すごい、言われます。可愛いですよね、静岡弁って。はい、なんか、ダラとかダニとか。そうですよね。なんか、あ、はい、あ、ご存知ですか？かわいい。あ、なんかそこら辺の地域に転勤で、はい、小学校の時に父が転勤してたかなんかで、はい、そうなんですか、方言使ってる子がいて、
可愛いなと思ってました。ぜひ使ってください。はい、使います。生で会うのいつになるんですかね。やっぱオンライン続いちゃいますよね。そうですね。まだ来年もちょっと厳しいかなみたいな。まあ、大学で会うのは難しいかもしれないですけど、はい。もう、まあ、お正月だったりとかして、うんうん、これから、まあ、冬休みも大学生長いじゃないですか。春休みか。長いです。はい。ちょっとぜひ誘ってみてくださいよ。はい、はい、誘います。もう、こんなみなみちゃんにやれたら。いやいや、もう、すごい。これなんかキュンキュンしました、私も。いや、よかったです。なんか変な陸上部の人じゃなくて、はい、いい子、違います。いい子見つけてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました、お時間。いえ、はい、そんな。良い、2021年お過ごしください、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。なんか、声可愛かったですね。なんか、まだ今も恋してるということで、もう本当に素敵な人に巡り合ってほしいですね。なんか、その人もなんか、思わせぶりな態度みたいなのして、降ってきたらもう、おら、おいおいって感じですよね。もうそれはもう、見る目をぜひ養っていただきたいなと思ってます。あ、ほら、来ましたよ。ね、なぞなぞ来ましたよ、皆さん。やってきました。約束の謎オランドの時間です。この TBS ラジオ系列のスタジオを脱出して、日本放送でラジオをするため、なぞなぞに今挑戦してるんですけど、もう、今は、なかなか正解できていないという状況が続いております。なので、ここら辺で、しっかりとやっていきたいと思ってます。では、なぞなぞです。問題。ラジオネーム、馬の耳にでんぷんさん。いいですね、語呂が。岩手、神奈川、大阪、島根、宮崎。この中で、いつも眠そうにしている都道府県はどこでしょうか？ほら、来たここで、五択。岩手。岩手は眠そうじゃない。神奈川、大阪、島根、宮崎。待って。あ、そうか、英語にするってこと？違うか。島根。待って、眠そう？眠そうって何だろう。うたたね？居眠り。違う。大阪。かーさお？かな、がわ、わがな、いて、い、あ。なんだろう。眠そうにしている？眠そうってなんだろう。眠い。え？大阪？あくびしてるみたいから？大阪みたいな。あ、これ漢字の中にもしかしてなんか入ってるのかも。漢字？いや、ないな。ないじゃん。わかんない。なんで五択なのにわかんないんだろう。はい。あくびみたいから大阪ってことで。うわ嘘、やった。理由これかな。よいしょ。大阪は不眠。あ、大阪府だから、大阪は不眠っていうから、大阪は不眠。眠そう。なるほどね。奇跡の正解。やったー。なるほどね。確かに。まあ、こういうのってね、共通点と、こう、仲間外れを一個見つけなきゃいけないんですよね。はあ、なるほどね。でもいや、正解は正解ですから。やったー。ほら、だって試験だったら、選択問題これ正解ですから。理由じゃなくて。やったー。ここに来て正解。あ、皆さん、話お知らせです。謎オランドはここまでということで。ここまで正解した数と間違えた数を発表します。なんと、4問中2問です !50% 中間ぐらいの目標を達成したのではないでしょうか。これはどっちなのかな？半分半分なので、どうしようかな。脱出したのかな、したのかもしれないですね、これは。次は日本放送に行きたいと思います。事務所も近いし。イエイそれでは、今夜最後の曲に参りたいと思います。今夜最後の曲は、この曲はですね、2020年に私たちはどうかしているというドラマをさせていただいたんですけど、その時の主題歌となっています。とても思い出深い大好きな曲になったので、ぜひかけさせてください。東京事変さんで、赤の同盟。何が
番組お聞きの皆さん、埼玉県知事大野元裕です。人が集まる機会が多い時期です。感染症対策をしていますか？ここで一句。マスクしてコロナに打ち勝つワンチーム。今年も一丸となって感染予防に努めましょう。はい、車を高く売りたい世におすすめウェブサイトがあります。車高し。ちょうど車の下取りを考えてたの。下取り？ノンノンノン。車高しのサイトで So many たくさんの買取店を比べてみなきゃ。何それ素敵。そう、450万人以上が車高しで車売りました。たった1分 You の車のことを入力すれば最大8社の買取額が届いちゃう。わお、簡単。あとは一番高いところに売ればいいってことね。コングラチュレーション、大正解。車を高く売りたいなら車たかしで検索。車たかしカービュー。映画パーソナリティことぶきつかさです。ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛では、映画のことはもとより日常で僕が気づいたことを見解として一人ワンテーマで語っております。日本放送ポッドキャストステーション他で聞けるので、ぜひ体験してみてください。ミューコンプラスプレゼンツスタプラアイドルフェスティバル、今宵2人目のシンデレラが決まる。1月16日土曜日開催。桃色クローバー Z、 私立恵比寿中学、シャチ、たこ焼きリンゴほか、総勢12グループのアイドルが横浜アリーナに集結。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。浜辺美波のオールナイトニッポン。浜辺美波のオールナイトニッポン。この番組は種の滝、サミー、ブルボン、エイブル以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町の日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。午前1時からお送りしてきました浜辺美波のオールナイトニッポン、エンディングのお時間です。いやー、やっぱりあっという間って感じることができるもんですね。意外と喉も疲れてなくて、まあ、途中ミニトマトを食べたりして栄養補給できたからなのか、まあ、ちょうどいいお腹の空き具合も今あって、すごくいい夜になったかなと思います。あとね、結構盛り上がりましたね。声の話、電話出てくれたし、あと揚げ物もね、クイズも楽しかったし、これから作りたいレシピもたくさん見つかったし、なんかこんなに好きなものをいっぱい詰め込ませていただくとやっぱり楽しいものですね。皆さんが楽しめたかどうかは本当に、温かい目線で見ていただいたかなとは思うんですけど、とても個人的には楽しい放送で、たくさんリピートしてもう一回聞きたいなとも思っています。たくさんお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、あとね、本当にたくさんのメッセージもありがとうございました。それでは最後に、リスナーのあなたへ、今回約束の謎をランドでたくさんの謎々に私自身解いていったし、解けなかったしということで、今回は皆さんに謎々を出したいと思っています。いきますよ、ちゃんと。でも簡単すぎるかな、どうなんだろう、まあ、頑張ってくださいよ。問題。肉は肉でもかっこいい肉はなんだ。はい、これぜひ考えてみてください。頭とかが柔らかい方は多分すぐに分かっちゃうんじゃないかと思いますけど、分かんないってこう罠にはまっちゃうと、もう多分抜け出せないんじゃないかなと思います。この正解はですね、次私がオールナイトニッポンでパーソナリティを担当させていただいた時に発表したいと思います。お楽しみに。そしてこの後深夜3時からは鬼越トマホークさんのオールナイトニッポンゼロです。ぜひこの鬼越さんもこのクイズの答え考えてみてください。こちらもぜひお聞きください。それではそろそろお時間です。あなたの2021年が良い1年でありますように。浜辺美波でした。